いや、今日はなんと、あの日本のスーパースター、スーさんに来てもらいました。スーさん、ありがとうございます。なんだ、超超ね、超スーパースター。なんで俺、きっかけ、きっかけなんだっけ。きっかけは、SNS ですね。SNS で、スーさんが自分のライブに、ね、インスタライブに入ってくれはって、みんな俺のファンが、新庄さんがおる、新庄さんがおるって言って、俺はもうそんなわけがないって言って、ね、そうやね、そうやね、そうやね。もうずっとまだなんか言うとるわと思って、ファンが言うてるわと思って掘ってたら、もうずっと言って言ってくる、うん、ほんまほんまで、もう探しまくったんですよ、うん、でも探しまくっても見つけれなくて、で、インスタライブ終わった後に、ファンから、うん、あれほんまや、新庄さん来てたってめっちゃ来たんで、うん、自分がツーさんに送らせてもらったんです。ツーさん、ほんまに来てくださったんですかって言ってたよ、みたいな。そう、なんで俺が好きになったか知ってる？なんでですか？俺ね、記者会見をバリから見てた時に、はい、はいはいはい、あの、この子格闘技を本当に盛り上げようとしてるなと思ったの。俺がそうやったから、はいはい、ね、で、あのパフォーマンスも、もうわざとってわかるよ、はい、もちろんで、やり方が面白い。で、あの顔の表情がすっげえオーラあったのよ。俺オーラある子が好きなのよ、ね、それで、まあ、言った通りになったんか、はい、パフォーマンスをして俺が大阪に持って行ってね、はいはいはい、この子俺にちょっと似てなと思って、あー、もう怖いです、ね、かっけえなと思って、で、ライブしてて、はい、もうコメントしないんだけど普通、はいはいはい、コメントちょっとしたら、はい、みんなが分かるやん、ね、そうそうそう、はい、やべ、バレたみたいな、はい、で、くれたから、はい、あ、嬉しいと思って、いや、俺も衝撃やったですもんね、うん、もうおふくろとかみんなツーさんファンやったから、俺あの大阪ですね、はい、でタイガースの、あの赤いリストバンドで5番のね、あれで俺あの小学校の時野球遊びやったんで、うん、めちゃくちゃ好きで、もう大阪は俺もう本当人気あったから、はいはい、いやいや、もう全国の人気ありますけど、俺めっちゃあのツーさんの、うん、もう野球これやるだけって当たり前じゃないですか、うん、プロなんで、うん、でもうそこをいろんな形で盛り上げていってあって、うん、エンターテイナーですげえなと思って、自分らすごい釘付けになってたんで、うん、そんなツーさんにこう見てもらえるっていうのがすごく光栄でした。じゃあ、あのパフォーマンスがきっかけでこのパフォーマンスにつながったっていうのも多少ある？いや、もうだいぶありますね、うん、だいぶありますし、あのなんかツーさん、あの引退されて、うん、またあの復活すると、うん、はい、あれ聞いた時どう思った？いや、感動しました。バカじゃないのと思わなかった？バカじゃないのっていうか、うん、まあ自分もそのツーさんと並べて喋るのおこがましいですけど、あのもう無理と言われたところにずっと挑戦してるんで、でもツーさんすごいというか、もう結果残して、うん、言ったらスーパースターになって一回引退されたわけじゃないですか、うん、そこでまたリスクを背負う必要はないのに、また背負って発言されるから、うん、この人はぶっ飛んどるなと。そうやね、はい、あのね、俺今まで夢を5個ぐらい叶えてて、はい、5個も叶えてて、普通の1個やった。そうなのよ。だからもう、簡単な夢はもう面白くない。有言実行が飽きて有言実行飽きたってめちゃくちゃかっこいいです。そうなのよ、はい、だから6個目に5個目かな6個目かな、まあたくさん叶えてきて、はい、で48歳でプロ野球選手のトライアウトで合格したらかっこよくね。だいぶかっこいいです、うん、かっこいいというか、でもあのそのなるまでのこの過程が、はい、ものすごく楽しいのよ。うーん、俺 0.01% ぐらいしか実際思ってないの。はい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 。でも練習をね、こう楽しみながらやってたら 1% なり 5% なり、今 7% ぐらいなり、あと3ヶ月あるからね、トライアウトまで。それまでにグーってもうみんなの力を借りて、あの俺インスタをし始めて、うんうん、本当にみんなのその声援が俺のやる気をもう高めてくれて、ツーさんのユニフォームを見たい、ツーさんのその生き様がかっこいいやらね、はいはい、そうですね、マジか。まあ、まあ1人でも2人でも100人でも1000人でもね、もう一緒なのよ、はい、もう1人でも応援してくれたら、はいはい、うん、それをこうインスタでやりながら、俺っていけんじゃねって思い出したの。そういうことをしてて、はい、浩二君と出会って、はいはい、で浩二君今回 K1 からそのライジンに行ったやろ、はいはい、それって結構でかいことやろ。そうですね、あのしっかり接近を払ってまで行ったのは浩二君が自分が払いました。はい、マジか。はい、スカウトされたんじゃなくて？スカウトとかじゃないです、自分で、うん、大体K1 にいてて、はいはいはい、その他団体からスカウトするっていうことはもう
NG なんで、うん、だからあのただの人と喋るには今いる団体を辞めてからじゃない、契約切ってからじゃないと交渉できないんですよ。なるほど。なので自分はもうここをきれいに慶応にお世話になったので通知通して違約金払ってこっちと交渉してこっちと契約したんです、はいはいはい、一発目やね。じゃあ一発目は初めての人間ね。お金払ったの初めてです、ね、かっけ。やっぱね最初にやる勇気と、はい、最初にやってそれをものにしていって後で成功したら何も言わないっていうかっこよさはね、やっぱりそういうものを持ってる考えが、はい、ちょっと俺と近いもあると思う。ああ、ありがとうございます、うん、で今はやり始めた時ってめちゃくちゃ言われんのよ。そうなんですよ、どうやらいいんですよ、まあ、そんなもう関係ない、はい、後から成功でも失敗したらコージ君のせい、まあ、もちろんもちろんそうです、うん、成功したらもうスーパーヒーロー、はいはい、でもスーパーヒーローになった時はもうさっとどっか海外でもスビ行ったらね、そうそう行ったそうね、かっこいいやろ。かっこいいです。でもさすがやね、はい、いいよ。俺があのインスタライブに入る時あるわ。いや、 やっぱり自分はあのプロである前に人である前に男だと思ってるんで、うん、自分が決めたかっこいい生き方をしないと誇れないと思ってるんで、自分が誇れるように。いやもう十分かっこいいって思ってるやろみんな。あー、まあでもまだまだあのね、それこそ自分が目指す舞台はツーさんとか、うん、俺がすごい思ってるのはやっぱツーさん見てて、うんうん、あの野球目指してる子はツーさんみたいになりたいなとか、はいはい、かっこいいなとか、もうあ、ええ車乗ってそれこそ海外行ってもうメジャーリーグ挑戦してっていろんなことに挑戦していろんなものを手に入れてるから俺もこうなりたいっていうのがすげえあると思うんですよ。だから自分ら格闘家も負けずに、はい、あのゆっくり喋ってや。ゆっくり喋ってや。結構トロいって言われるんですけど、ゆっくり喋って。はい、よかったですか。結構俺はツーさんみたいにええ車乗って、うん、女連れて、うん、もう自分が言ったことを全部叶えていって、うん、でそれをやっぱちっちゃい子たちに見せたいっていうのもすごいあるんですよね。だからやっぱ憧れられる存在でありたいって思ってるんで、まあそれは自分がしっかり今やらなあかん。いやいや、それもうきっかけ作ってるよね。どうですかね、一回作ってるよ。はい、うん、浩二君がああいうパフォーマンスをする前は本当に冷えてたから。ああ、だから俺がパリーグに入ってこれからはメジャーでもないセリーグでもない、はい、パリーグですって言った時にその感じに似てると思う。いや、この K1 からライジンに移るどれぐらい考えたの。パッパッパッと考えた。まああのずっと発言はしてたんです、はい、あの本当は K1 と本当は本当は K1 とライジンをやらせたんです。はい、言うたらセリーグとパリーグをやらしたい、はいはいはい、交流戦あるじゃないですか。自分もそれがすごくやりたかったんですけど、だから K1 ファイターとしてあのライジンに乗り込みたかったんですけど、うん、まあそれはあのいろんなルール上できないならほなもう自分でやめて俺は行くと、はいはい、で行ったので、あの喋り出してからは結構長かったですけど、うん、もう辞めるって言い出してからもすぐですね、うん、去年の11月から11月に辞めて今なんで、うんうん、まあ、コロナもあったんでちょっと時間かかりましたけど、まあ、コージ君の頭の中ではおう、もう一発やったるわ、俺話題を全て重なってやろうと、そう、はい、その気持ちはもちろん、ね、もちろん100歩ある、はいはい、そういう時に結構、はい、いろんな記事でもさ、はい、書かれるやん。いや、書かれますね。どう思う。まあでも作戦通りかなと。まあね、はい、まあね、まあね、まあね、はい、でもちょっとふとした時に、はい、ちょっと寂しくなる時ある。寂しいんすよ。俺もそうだったのよ、はい、けどこれがまた面白いね、はいはいはい、ね、はい、その試合に出る、はい、かつ、はい、どんだけ気持ちいいか。気持ちいい。でも、ね、それしかないやろ。もうそれしかないっす。勝って気持ちよくなる、はい、そのためにね毎日楽しんでこうやって、はい、一生懸命あの頑張っちゃダメよ、はい、楽しんでやって、そのガラッと変えた瞬間はもうそうですね、これもやね。そうですね、何にも変えれないですね、はい、その体感は。 それで、はい、もし、はい、もしも考えちゃいけないんだけどね、はい、あのまあ自分では思ってない結果になったとしてもそれはもう自分のせいやしね。そう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 、結果は 100% プロ野球選手になるっていう思いでいかないといけないんだけど、それは分からんやん。分かんないです。球団のスカウトが俺を見てホームラン2本打つ、はい、いらん、はいはい、って言われたらもう仕方ないんだよ。仕方ないですもんね。ね、はい、でも俺はその仕方ないっていう気持ちを持ってたらこのゴールはつかめんから、うん、
もうそれは全く思ってない、うんうん、これを使う12月7日のトライアウトに俺はプロ野球選手になるっていう気持ち、うん、だから浩司君もそのね勝つ勝っての先の人生がめちゃめちゃ楽しかった。楽しみっす。やろ、はい。何て言われてんのよみんなに。今ですか、この挑戦ですか。うん、もう 9.9 は10割のうちね。あんまりね無理や言われてんじゃん。10言われな、10言われな、10言われな。今ちょっと強かったですね。10言われてるかもしれないですね。もう10言われてなんぼやて。ほんまそうですね。俺ねメジャーに挑戦した時さ、お前これ2割5分の人間がもうメジャーリーグバカじゃないのって言われた時によっしゃと思った。あもっと言ってくれ、親にまで言われたからね。もう知らんとお前あんたぐらいね、よしじゃ一生懸命頑張ってこいって言ってくれるかなと思ったけど、なんでその親も反対したかというと、俺タイガースから12億円で止めてもらったの、はいはいはい、でメッツから2200万円。そりゃ誰に相談したって無理やね。そうですね。いやお前バカかと、レギュラーも決まってないのになんで12億円を蹴って2200万円で行くの、はい、いやいや男だから。ああもうまさにそれやった。そのポイントはただ一つ、はい、俺は世界一の守備を持ってる男だから、はい、守備から入り込む。ああのグラウンドに立ちたかった。あでグラウンドに立った、楽しみながらやった。でやってるうちに俺4番打ってる。やろってここですよね。そうかそう、ここのチームで気がついたらたったの2ヶ月ぐらいで4番打ってるのよ、ね、いや写真撮ったもん俺4番の本当。いや俺パソコンもできないし、はい、日本でどれだけ盛り上がってるかも分かんなかったの。そしたら相当盛り上がってるっていうのは、そのイチロー君はマスコミ嫌いで、うん、いくら活躍しても囲みの取材をしなかった、うん、俺はそれを利用しようと思って、はいはい、俺試合出て結果が出ようが出まいがもうチャランポランにこう発言して日本にこう明るいねこの笑顔を見せて、うん、っていう作戦を取ったのよ。それが成功して、はい、ねえ1年目終わった2200万円から1億3000万円だったのかな、うん、そっからよ、うん、コマーシャルが週に3本ぐらい入ってテレビがもう2ヶ月で30本ぐらいだったの。7億円やで、ね、やばいっすね。やばい、たかが4番打ったぐらいだよ、うん、メジャーで、はい、もうその暮らしが7億円、8億円、7億円、7億円の生活を暮らして、もう何でももうあれちょうだい、あれちょうだい、もう全部もう高級車、もう何ならヘリコプターも買えるぐらいよ。50億稼いだからね、こっつ現役で50億こっついっすね。で50億稼いで25億あの税金で引かれて、はいろいろ使ったから22億円ぐらいあると思う、はいはいはい、まあ、この話結構有名なんだけど、はい、でさあ日本ハム日本一になった。よし俺もう完全燃焼したわ。よし22億円あれば、まあ、バリでね、うん、もう何年もできますもんね。そうそうそう、はい、暮らそうと。で住み始めて蓋を開けたら、あの騙されて2200万円しかなかったのよ。あまあまあ俺の道なんだけどね結局は。22億あって2200万円しかなかった。どうしたやばいっすよね、絶望ですよね。もうねなんかポ何も言えないですよねほんまに。それね、はい、俺がメジャーリーグになもちろんお金欲しいやん、はい、メジャーリーグに行って稼げたらやっぱ、はい、あの活躍したらポンって入ってくるとか、はい、の計算で言ったら、はいはいはい、で案の定俺のストーリー通り、はい、入ってきた50億よしよしよし、もうちょっと稼ぎたかったなみたいな感覚で、うん、それが1日でなくなってると。人信用しできない、できなくなりますよね。日本帰りたくないよ、ね、はいはい。でしてる中でもう13年もう日本帰りたくないでね、今ではありがとうに変わってるの。ああ言ったったですね。それがすごいなと。50億円が25億円使ってくれてありがとうに変わってるの。それなぜかというと、この
もう一回プロ野球選手になってあの稼いだ金額をこう取りに行く面白さをもう一回させてくれたなっていう、うん、まあプラス思考なんだけどね、これはだいぶプラス思考ですね、うん、もうそれしかないからね、はい、でありがとうなのよ、はいはい、まあ、この間も話したけど今お金がもうそんなないんだけど、例えば靴を買いに行くじゃん、はい、今の生活ってナイキとアディダスをインスタライブでどっちが似合うと思うってね、うん、言って、あ、ツーさんアディダスがいい、アディダスがいい、ナイキがいい、ナイキがいいって言ってそれを一足買う8500円だけど、そんな楽しさなんか俺今までなかったやんか、うん、ないですよね、もうさ二足買いどころかもう店ごと買う勢いですよね、もう店余裕で買えるような感じだったからね、はいはい、その大金持ちを経験した、はい、超貧乏も経験した、どっちを今選ぶってなるともう間違いなく貧乏やな、コウジ君はどれぐらい稼ぎたい感じ、まあ自分はあの、うん、それも笑われるかもしれないですけど、もう2さんぐらいは稼ぎたいと思ってます、うんうん、そうだね、だからあの海外ではあのメイウェザーとかが何百億って稼いでるんで、はいはい、やっぱ同じ殴り合いしてて、うん、レベルが違うと同じことをしてるんで命かけてるんで、うん、俺たちも稼がないとそれこそチビたちも目指そうと思えへんし、格闘技はメジャーにならんと思うので、うん、俺は何としても稼いでやろうと思ってるんで、うん、今はでも格闘家の中でまあ1、2番には稼いでる自信もあるんで、ね、うん、まあもっともっとずば抜けてやろうと。でお金貯まるやんか、はい、何がしたいの、何がしたい、うん、それまだ考えてない、そう、俺がしたいのはまだ2さんがあの経験しはったあの車あの車っていうところは、まあ、それは何としても経験したいです、まだない、まだないですね、なるほどね、まあ1回は経験しても、1回は経験しても面白くないよ、はい、面白くない、はい、あれちょうだい、あれちょうだい、ちょうだい、あの5回ぐらいしか乗らんから本当にただね、もう見栄とプライドだけ、あ、まあ、俺はか、まあまあお金があるからさ、暇つぶしにフェラーリ買うとかカウンター買うとかの生活をしてたらね、なんか面白くないの、うん、本当に、ね、今こうお金ないけど野球選手になるって言ってこの隔離の待機が2週間終わって、はいはい、で、15日間ぐらい、はい、仕事バーって入ってる、はい、もう7000万稼ぐかそれはその48歳でプロ野球選手になるっていうことを発言したから入ってきた、はい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 、だから浩司君もね、はい、大臣に行って、はい、もうそれだけでも、はい、まあ、まあついてくるのよね、はい、結局は、はい、それ狙いやろ、まあもちろんね、ね、狙わないね、はい、それは頭の良さやから、しかないとやっていかれる、うん、そう、はい、自分で払ったかもしれないけど払った分もう何倍もね、はい、そのためには何、そのためには結果ですね、うん、もう結果も出して、まあでも全然満足してないんですよ、うん、何一つ満足してなくて、もう31なんですけど、うん、全然満足してないので、まあもっともっと稼いで、もっともっと日本を、日本の格闘技を盛り上げようと思ってるんで、勝てる？天心くん何歳？で22ですね、うん、で、浩司くんが31なんで、まあもう10何パーセント勝てる、まあ、いや、ぶっちゃけ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 鉄道、ちょっとあの雷神の花道一緒に歩いてください。え、どれぐらいの幅あるの？いや、結構でかいですよ、センターなんで。戦車は戦車か